届出制度概要と届出データベース入力手順。第3回では機能性表示食品の食品区分と必要表示事項、表示禁止事項と題して機能性表示食品の可能な表示の範囲と禁止されている表現についてご説明します。まず機能性表示食品に可能な機能性表示の範囲をご説明します。健康の維持・増進の範囲内であれば、体の特定の部位に言及した表現も可能です。例えば、目の疲労感を軽減する機能などが挙げられます。また、特定保健用食品で認められている表現、例えばオリゴ糖におきましては、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つのでお腹の調子を整えますというような表現は問題ないということです。また、評価指標につきましては、医学的及び栄養学的に十分に評価され、広く受け入れられているとは、例えば学会などでオーソライズされている指標ということになります。たかだか1、2本の論文で使用された程度の評価指標は認められません。続いて、機能性表示食品の制度で認められない表現について解説します。一つ目は、疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現ということです。医薬品ではありませんので、診断、予防、治療、処置など医学的な表現は使用できません。二つ目は、健康の維持及び増進の範囲を超えた意図的な健康の増強を標榜する表現ということです。例えば、肉体改造、増毛、美白などです。3つ目は、科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現ということです。例えば、限られた免疫指標のデータを用いて、体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現、抗体や補体、インビトロ試験やインビボ試験で説明された根拠のみに基づいた表現が挙げられます。さて、ここでは機能性表示食品には用いられない禁止用語についてです。先ほども説明しましたが、疾病の治療効果または予防効果を標榜する用語は用いられません。ここにあるような花粉症に効果があるとか、糖尿病の方におすすめですは禁止です。次に、機能性関与成分以外の成分を強調するような用語です。例えば、ビタミンを配合した場合に、そのビタミンの効能を強調した場合などが当たります。3つ目として、消費者庁長官が許可した、国が承認したなどの誤認させるような用語は禁止です。4つ目は、カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です等の栄養成分の機能性は禁止事項となります。ここでは機能性表示食品の制度における情報開示について解説します。情報開示について本届けでは紙ではなくウェブ上で届け出します。したがって、誰でもその消費者庁のサイトにある届出データベースを検索すれば、届出受理された食品の情報はすべて閲覧できます。一部分析方法などでマスキングされた箇所があったりしますが、非常に限定された箇所であり、ほとんど見ることができます。最後に、機能性表示食品の制度における表示責任者の考え方について解説します。本制度は届出者、つまり食品企業などの事業者側がすべて責任を負うことになっています。店頭販売などで届出者ではない事業者がリパックしたり、バラ売りしたりすることは禁止されており、適切に表示がなされるよう、必要に応じて契約等で事前に取り決めておく必要があります。
今回の動画は以上です。いかがでしたでしょうか。機能性表示食品制度を初めて聞かれる方にも分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。